天職を考える、はい、ESFP 版を。まあでもこれ僕ね、これ ESFP 見るじゃないですか、はい、あこれあのまた別のタイプもやりますからね、はいはいはい、順番に順番に、うん、ESFP を見るとね、うん、楽天家って書かれるんですない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 と思うんですよ。見た目は楽天家ですけどね。あまあうーんそうですかね。活発に行動する人、はい、くよくよするな、幸せになろうがもっと、うん、あでもまあその死ぬほど悩んでる時の状態がそれなら、うん、君は楽天家だよって言われると、うんうんうん、まあそうかもしれない。見る人によっては楽天家かもしれないです。はい、はいはい、では ESFP のまあいろいろここには実力を発揮できる職場環境とか、うん、長所短所っていうのが出てくるんですけど、はい、それは前のインザグリップとかでいろいろ紹介しているので、うん、ちょっと割愛させていただき、はい、仕事に関する短所から、はい、この ESFP っていうのは一人きりで仕事を長時間続けるのが苦手、物事を額面通りに受け取りもっと深い意味があることに気づかない、うん、いらんことまで深読みして全く違う意味で捉えてるみたいな人だと。それ N って話ですもんね、深読みする。じゃあ N じゃないな、この見えてるミルクボーイみたいですね、なんかミルクボーイみたいですね。おかしいな前もって用意するのが嫌い、きちんと計画を立て時間を守るのが増えて、うん、僕先にやっちゃうのが好きな人だけどなSJ あまあ、いや続けましょうか、はい、また苦手なことは ESFP が苦手なことは、はい、今現在は存在しない可能性や選択肢に目を向けるのが苦手、うん、批判や辛口の意見を個人的に受け取ってしまう傾向がある、うん、あこれはあるな、うん、決断を下すのが苦手。いや俺先に決断したいけどな。衝動に駆られるところがあり、あこれはわかる、うん、すぐに気が散ったり誘惑に負けたりする、うん、過剰な規則を嫌う、うん、官僚主義も苦手。あこれはそうですね、うん、ね、個人的な感情を伴う対立があると決断を論理的に下せなくなる、うん、まあ、自分が分かんないですね。長期的な目標を設定するのが苦手、うん、締め切りを守れない。早め早めが好きですけどね仕事は、うん、自分や他人を律するのが苦手。はい、ミルクボーイみたいになってる。なってますね今混乱ですね今。ただじゃあ ESFP に向いている仕事シリーズ、はい、教育社会福祉、うんうんうん、教育仕事にやりがいを覚える ESFP は多い、うん、特に小学校や幼稚園保育園では、うん、それほど組織にがんじがらめにならずに済むし、うん、子どもたちにものびのびと学ぶ機会が与えられているので ESFP に向いていると、うん、基本的な技術を教えるのを好み子どもたちがうまくやっていくように力を貸す、うん、でまた活動的なのでエネルギーに満ち溢れた子どもたちと接することを楽しむ、はい、ESFP は大抵活動的で運動神経がよく、うん、自分で運動するのもコーチ役となって人に指導するのも好き、うん、チームワークを学び 屋外で体を動かしたいと思っているので、はい、また、励ますのがうまく支援を惜しまない熱意あふれたコーチ、はい、教師となると、はい、なので例えば、教師、はい、小学校幼稚園特別支援学校、うん、また芸術演劇音楽などの分野、はい、あとは保育士、うん、運動コーチ、うん、児童福祉士、うん、教育用ソフトウェア開発者、うんうんうん、と書いてあります、はい、また健康医療、はい、健康医療や福祉の分野は、うん、人の力になれるので ESFP に向いていると、うん、こうした職業は技術を取得し、うん、繰り返しそれを活用することが求められる、うん、大半の ESFP は直接人と関わることを好み早いペースで多様な仕事を進めたいと思っている、うん、救急救命室の看護師は、うん、頭の回転が速く素早く判断し冷静に対処しなければならない、うん、そして緊急事態におののいている患者を落ち着かせなくてはならない、うん、多くの ESFP 型は動物が好きなのでトレーナーとしても、うん、医師としても動物と接するのを楽しむ、うん、
社会福祉の分野では多くの異なる人と触れ合う機会があり、うん、相手の力になれる、うん、知らない人とでもすぐに協力関係を築き、人の日常をより過ごしやすくできるものにできると大きなやりがいを感じる、うん、とあって、救急救命室の医師、看護師、うん、社会福祉士、精神保健福祉士、うん、医療ソーシャルワーカー、うん、ドッグトレーナー、うん、医療アシスタント、歯科衛生士、歯科技工士、うん、ケアマネージャー、マッサージ師、栄養士、栄養士、管理栄養士、うん、ジムトレーナー、ホームヘルパー、うん、アートセラピスト、カイロプラクティック施術者、うん、医療コーディネーター、アルコール薬物依存症カウンセラーなどなど、うん、と書いてありますね、はいはい、で、エンターテイメント、うん、活動的な仕事、うん、ESFP は人を楽しませるのが好きだ、うん、仕事であっても気の気ない友人と一緒であっても人を楽しませたいことに変わりはない、うん、鋭い審美眼を持つ ESFP 型が多く、うん、新鮮で美しいものを理解する能力がある、うん、自分で芸術活動に没頭する人もいれば、芸術家に囲まれて過ごす人もいる、うん、刺激があり絶えず変化を続ける、うん、旅行好きな ESFP は顧客の望みにまたよく耳を傾けるので、最善の旅行プランを練る、そして旅行代理業の仕事も向く、うん、また複数のプロジェクトを扱うことができるのでイベントコーディネーターとしても活躍するとあって、うん、ツアーコンダクター、写真家、うん、映画プロデューサー、コメディアン、プロモーター、イベントコーディネーター、画家、イラストレーター、うん、公演管理員、俳優、フラワーインストラクター、うん、民間ヘリコプターのパイロット、エンターテイメントスポーツのエージェント、森林管理、うん、漫画家アニメーター、保健調査員、ネイチャーガイド、農業、酪農業、大工はい、で警察官、法務教官とありますね、はい、であとはビジネスセールス、うん、ESFP はビジネスの世界、うん、特に企業社会にあまり向いていない、はい、しかし、うん、人と交流できる分野や、うん、あまりスケジュールが厳しくない分野では楽しめる、うんうん、オフィスの外で過ごせる時間が長いため、うん、不動産販売を好む人もいる、うん、持ち前の説得力を発揮できるので PR の仕事や資金調達、調停役の向いているよと、うん、なのでセールス、小売業、プランナー、広告宣伝 PR、はい、受注プランナー、チームトレーナー、うん、保険代理業、不動産業などと書いてあります、うん、あとはサービス、うん、サービスの分野は人と接し習得した技術が活かせるので ESFP には向いている、うん、ESFP 型は温かく親しみやすい人柄なので人をリラックスさせ居心地よくさせる才能がある。レストランやクラブの快活な雰囲気を楽しむ、うん、社交性のある寛容な店主になる、うん、とあってですね、客室乗務員、うん、秘書、受付、フラワーデザイナー、インテリアデザイナー、うん、エアロビクスのインストラクター、エコツーリズム専門家、写真家、商品ディスプレイなどと書いてあります、はい、あとは例えば、うん、まあ、長いコピーはないんですが環境科学者、動物学者なども書いてあります、ね、うん、要は就職転職活動で成功を収めるには ESFP の長所を活用しようとあって、うん、親しみやすいところ、うん、肩肘張らず人と付き合えるところは非常に役立つと、うんうん、知らない人とでも親密な協力関係を築けるからだ、うん、しかし仕事を終えていないのに遊びたくなってしまうので注意しよう、うん、その結果就職転職活動がうまくいかなければあなたはひどく落ち込み妥協してしまうかもしれない、うん、腹を据え真剣に取り組み希望の就職ができるまで最後までやり遂げようと、うん、とあり、あなたの能力を遺憾なく発揮するため次の戦略を実施してみようと、親密で協力的な人間関係を築き自分を売り込もう、うん、常識を活用し予期せぬ問題が起こっても
それを新たなチャンスと変えていこう。妥協する余裕があるところを見せよう。交渉には柔軟に挑もう。大量の情報を収集し、鋭い観察眼を発揮し、他の人に話をさせる才能を見せよう。人脈を活用し、様々な人から話を聞き、情報を集めよう。うん、まあ、弱点として、見切り発車をせず、じっくり計画を練りましょうね。うん、今存在する仕事以外にも何か可能性がないかよく考えよう、うん、計画を立てたら最後までやり抜こう、はい、不採用となっても個人的なものとして受け取らない、はい、